来年4月放送開始の新ドラマ、アイドル戦士ミラクルチューンズ。主役を演じる3人、みんなもう覚えてくれたかな。一ノ瀬かのん役内田朝香、神崎舞役足立鈴香、立花風花役小田柚葉。夏に行われたチャオフェスでのお披露目も無事終了し、いよいよドラマの撮影がスタート。早速ドラマの撮影現場に潜入。ミラクルチューンズを演じる3人は、あ、いたいた、大丈夫かな、うまくやってるかな。撮影機材もいっぱいあって、スタッフもたくさん。あそこにいるのは監督さんだ。こんなにたくさんスタッフがいたら緊張しそうだけど、監督さんの言葉もしっかり聞いてる。あ、いよいよ本番が始まるみたい。はい。このシーンはネガティブオーラに操られている敵を発見するシーン。何やってるの。勢いよく階段を駆け上がって敵を発見するんだけど、一発で OK もらえるかな。はいカット。はいカット。もう一回行こう。もう一度。弱くなっちゃったね。カノンが喋ってる時に今のカットがかかるごとに演技を直して、監督さんから OK が出るまで何度も撮影、はい、大変だけどこれもみんなに楽しんでもらえる作品を作るため。頑張れ。はいカット。カット。はいはい、はい、もう一回行こう。最初は緊張したんですけど、演技をするときはすごく楽しい。撮影とか元気よく楽しく頑張るので、いろんな人に見てもらいたいです。よーい。このシーンもすでに5テイク目。少しずつコツをつかんできたみたいだけど、今度はうまくいくかな。ストップ。水は通せんぼ。今すぐやめて。監督さんどうですか。はいカット。カット。はい、はい、オッケー、オッケー、オッケー。監督さんからオッケーの声。ドラマの撮影ってなかなか大変けど、こうやって何度も撮影することによって素晴らしいドラマができていくのね。早くみんなに見せたいな。風花の気持ちに少しはなりきる。自分より小さい子や大人の人も楽しめるような作品を作れるように頑張りたいです。ダンスとか歌とかを結構力を入れて頑張ったので、そういう3人で息を合わせて踊ってるシーンも注目してほしいです。撮影頑張るので皆さん楽しみにしていてください。応援よろしくお願いします。撮影はまだまだ始まったばかり。これからどんな展開があるんだろう。来月も気になる最新情報をチャオチャオ TV でレポートするからチェックしてね。アイドル戦士ミラクルチューンズ。